1に戻します。最後やんないと。うち誰だっけ。チーム1、チーム1、女性さんにいましたよね。私うちの明田さん最初見てなかったので、ちょっと最初聞いてみます。チームの集中力ですかね。また新しいのができたら私は知ります。富士急ハイランドに行った時に撮りました。いちいちプチ情報があります。Yeah.
もないようなあったようなないようなチームの ありましたね。あれ？ありましたね。あれ？ありましたね。おー！
前回のあまりの Thank you.
ちょっと、これを置いとくんです。そうすると、すり切りいっぱいそうですけど、すり切りいっぱいそうですけど、すり切りいっぱいそうですけど、ポイントがありますね、あそこ。なんか、何あそこ、なんか吹雪ポイントだよね。見えなくなっちゃったあれどっから。危ね、ここ靴こね。
で、その5月ぐらいに、4月後半になった時に、たまたまニュースで、今年は花粉、スギ花粉が多かったっていうのを聞いて、あれ、ひょっとして、すごい。で、その後、あのウェブサイトで花粉のグラフがあるじゃないですか、どんな感じか。それと見えた日を照らし合わせたら合ってる。すごい。すごい。花粉の角度を調べて、大きさとその見えた角度、はい、見える角度、なんかちょっと角度そんなに細かくはあるけど、正確にあるとあの波長のフィルター通して見ないとわかんないんで、はい、まあ雑音だったんですけど、まあ大体こう特に矛盾はない。うん、多分それっぽい。で、翌年、その飛散量と、これ飛びそうな時に見えるっていうのを確認して、必ず間違いない。たぶん10度、途中の実験とかで出てきそうなぐらい、わかりやすい。嘘みたいな、ね、こう、輪っかに。この輪っかが、何十とかに、ここの、なんかもう、見るんですけど、20度ぐらいで。まだまだ甘いよと。語らなる。こんな
水色じゃ全然甘いよっていう段階でそれだったんです。